Globus。 はい、皆さんこんにちは。こんにちは。では第一部全体会、経済のセッションになりますけれども、いただいているお題はですね、日本最高、中国四国が取るべき行動とはということで、この今回のフォーラムの幕開けにふさわしいテーマだと思うんですけれども、今日はですね、このセッションは非常にそのタイミングがよくといいますか、今自民党の方で新しい成長戦略を、まとめられた、本当に中心になって進められた、平さんがこのセッションをご参加いただいております。経済構造、改革戦略で、この中にですね、地域中核企業を、にターゲットをぴったりと当てて、そこに集中的にその支援をすることで地域の経済を活性化させるということをやっていこうという、その新しい成長戦略を今回党の中ではもう随分はいということですので、それをまず国としてこれから、まず今は党の段階ですけれども、国として考えていることをちょっと皆さんとシェアしたいと思います。でその上でですね、実際それを実行するにあたって、その地域の経済の一つの重要な機能というのはやっぱり地域の金融機関ということになりますので、金融庁の立場から草加さんに金融の面で地域金融機関どういうふうにサポートしていくのかということで、そしてその後にですね、今日の主役だと思いますけれども今流行りの茨城ではなくて茨城、知事の方からですね、じゃあその地域としてそれを受けてこれからどういうことをやっていこうと考えていらっしゃるのか、このあたりをまずお伺いしたいと思いますので、じゃあ平さんからお願いいたします。皆さんこんにちは、衆議院議員の平正明です。冒頭ちょっと党でまとめた成長戦略をお話をしたいと思うんですが、これ非常にいいタイミングでですね、昨日自民党の総務会を取ったんです。で総務会っていうのは最高意思決定機関なので、というと自民党の案は我々与党なのでそのまま政府の案になります。ですから6月成長戦略とか最高戦略とか出てきますけども、キーワードはほぼ昨日まとめたやつから出てきます。でこれ今5分お時間いただいてるんですけど、喋りきれないので平正明で検索をしていただくと私のホームページが出てきます。でそこのタイムラインに PDF で40ページぐらいのが上がってます。で、ちょっとざくっと大きな話をすると、アベノミクスやってんだけどちょっと胸突き八丁ですね。日銀の金融緩和大体もう終わりましたね。財政政策も大体終わりましたよね。であとじゃあどこ強化できるかというと、TPP とFTA はこの間の議論の通りですが、規制緩和のとこですね。で私がやってた特区のとこの深掘り、あとなんか地方創生って最近聞かないよねと、石破茂とともに去りぬみたいな感じになっちゃってるから、こうどうしますかということで、それで私が事務局長代理でほとんどアイデアを出しましたけども、ちょっと役所から出てこないアイデアを出してくれというオーダーでした。でそこでまず一つやったのが特区の深掘り。私は近未来技術実証特区っていうのを作って、自動走行とかドローンとか遠隔医療とか遠隔教育やりましたよね。でもまだまだスピード感が足りないんで、もっと強力なやつにします。それで安倍総理がレギュラトリーサンドボックスを気に入っていたの で自動走行の時、秋山さんなんかも関与してますが、サンドボックスサンドボックスと言い始めたので、サンドボックス型特区としてもっと政府が寄り添って強力に進められるようにします。でさらにそこにシェアリングエコノミー、フィンテック、ブロックチェーンも入れます。で金融庁は金融庁で一生懸命やっていただいてるんですが、金融庁にそれは銀行法があるからダメだよねみたいな門前払いしたのはこっちで受けてですね、やるイノベーション一つですね。で2つ目が超精密ターゲティングポリシーっていうのを作りまして、ターゲティングポリシーっていうのは国がこれからは鉄鋼だとか自動車だっていうのはターゲティングポリシーなんですが、あんまり評判良くないですね。そんな経産省通産省が決めたってうまくいくわけないじゃないかと。でそこで私が考えたのは、中小企業とか中堅企業、補助金って向こうからその応募してくるんだけど、そうではなくてビッグデータを使ってその地域に最も貢献をしている、この企業が業績良くなればそこにつながっている地域の企業も業績が良くなり、結果として地域経済が良くなる相関関係が最も強い企業を抽出をして、そこを集中的に応援するということにしました。でこれビッグデータは帝国データバンクで政府が覚書を交わして、ちゃんとですね、
分析をできるようにしてまして、まだちょっと精度がいまいちかなと思うので、それを補完する形で、経産省の地方の局が持っている地域中核企業や地方創生のベストプラクティスなどもですね、そこのポートフォリオに入れて、これ全体を応援をしていく。ですから企業って言っても別に経産省にやらせるとすぐものづくりの方に行っちゃうので、ものづくりだけではありませんよと。地方創生のベストプラクティスも入れるので、中核は例えば CCRC みたいな社会保障的なものでもいいし、学校でもいいし、プロスポーツチームでもいいし、太宰府天満宮みたいなところでもいいわけですけども、そういったものを集中的に応援していくという超精密ターゲティングポリシーというのを作りました。でこれもキーワードだけ10個ぐらいもめちゃくちゃ新しいキーワードがあって、そうするとですね、成長も1回で取って、総務会も1回で取りました。最後に1つだけ、今日の議論と違うんですけど、金融のところぜひ見てもらいたいと思います。サステナブルでインクルーシブな成長を目指す、そして ESG 投資と SDGs で、ここにシュワードシップコードがあって、ガバナンスコードがあって、分かる人は分かると思いますけど、自民党のビジョンとしてこれ入れましたので、ぜひこの辺もご覧ください。であと動画を公開するときは事前に私に見せてください。ちょっとまずいのということで、はい、ありがとうございます。こういうところから、はい、100の行動の実現が、また一歩近づいてきたかなというふうに思うんですけれども、じゃあ草加さんの方で、その地域金融機関に対する影響というようなところでお話しいただけますか。はい、先ほどありましたように、金融庁は従来より担保保証に依存せずに、企業の事業性に着目したアドバイスやファイナンスというものを進めてまいりました。一昨年より金融行政方針を大胆に改めまして、企業の持続成長や国民の資産形成を通じた持続的な経済の発展というものが金融行政のそのものの目的であるというふうに謳いました。私は実は31年間広島銀行に勤めてまいりまして、ちょうどその新しい金融行政方針ができたときにですね、ちょうどご縁があって金融機関金融庁に移ったんですけれども、その中で今地域金融機関をどのようにそういった新しい行政方針、あるいは新しい金融の世界に羽ばたかしていかすことができるかという観点でやっております。今ご指摘にありましたように、地域の中核企業を応援するというのは、これまさに地域金融機関の主たる役割というふうに考えております。従来日本は大手銀行がですね、中心となって大企業とともに発展してきたというケースがあるんですけれども、今現在はそういった地域の中核企業がハブになって、さらに地域経済を発展していくという、そういうステージにあるというふうに考えております。地域金融機関の主たるそういう取引先をですね、その中核企業に指定されましたら、そういった企業の支援もさることながら、さらに地域金融機関独自で持っている情報を活用して、その周辺にいる企業、中小企業も含めて支援することができるというふうに考えております。先ほど帝国データバンクのデータを活用してですね、コネクターハブの企業を見つけるというふうにおっしゃっておりましたけれども、全くその通り、そういうやり方もあると思うんですけれども、実は金融機関はですね、決済データを持っておりまして、企業と企業との間の決済がどのように行っているかということを、金融機関の預金を通じてですね、十分に把握することができると。そういうことからしますと、例えば中核企業をハブといたしまして、地域金融機関の決済データを使うとですね、さらにどういった企業の広がりがあるかということが分かるということだろうというふうに思ってまして、そういった技術は当然フィンテックなどを使ってですね、ビッグデータを解析するということも大事でしょうし、さらには金融機関自身がですね、そういうことの中から自らのビジネスを探していくという、そういうある意味そのスピリッツというのが必要なんではないかと思っています。幸いながらですね、この中四国にはですね、そういった金融機関が多数ございますので、そういった金融機関をですね、背中を押しながら、もっとですね、この地方が企業、中核企業を中心としまして、発展できるように後押していきたいというふうに思っております。以上でございます。ありがとうございます。今の草加さんのお話は、地域の金融機関のマインドセットをこれからやっぱり大きく変えていくというような、メッセージだったと思うんですけれども、さあ新しい環境の中で、そうですね、はい、私自身ご案内の方はご存知だと思いますけれども、その G1 で、焚きつけられて、ちょっと自分の会社を捨てて、はい、リスクのある道を選ぶことにしまして、でもその前にこちらに、ね、来られて湯崎知事、スタンフォードの同級生があまり基盤がない中で勇気を持って広島県知事選に
手を挙げて勝っていった事実に、まあ、あの勇気づけられて、まあ、後をかけていったと、まあ、私もあの同じく運が良くて、まあ、この、まあ、場所に来ました。ですごく嬉しいのが、何もわからないままいきなりこういう世界に入ってみて、あの同僚の先輩の知事が本当に素敵な方、さっき、ね、あの泉知事がもうこの素晴らしい笑顔で迎えてくださり、またあの後から来られる平井知事、あのこのお二人がだいたい中四国 の、 あの知事のもうなんかお兄さん格みたいなこと で、まあ、みんなをまとめて非常にうまくしています。で本当に助かってる、あのもう何が素晴らしい、まあ、こう知事に囲まれ、かつまたそういう人たちと選挙を戦わなくて済むっていう幸せを感じているわけなんですよ。で何がびっくりするって、実は今本当に協調できてますよね。みんな仲良くいろんなアイデアを出し合って一緒にやってるんですけれども、必ずしもこの20年30年そうではなかったと。そのこことここがライバルだから、あの県にとっていいニュースはうちの選挙ってはもう自動的に悪いニュースだみたいな、 あっちが提案したことはこっちはもう当然反対みたいなこともあったやのように聞いています。でこれまで散々やり尽くしてできてないんだったらちょっと難しいな、もしくはやり方を大きく変えなきゃいけないなっていうことなんですけれども、これまで当然すべきことができてないことが意外と多いっていうのが私のこの4年間の経験であります。あのこれもあの後から湯崎知事が言われると思いますけれども、その中四国 の、 あの7県の、まあ、瀬戸内縁が綺麗ですよね。瀬戸内、この景色、これまで一つの県が自分の周りだけプロモーションしてたんですけれども、初めてこの7県共同で一緒にこの全国に海外にプロモーションすることができるようになった。もうあの湯崎知事のもう素晴らしい先見の明ですけれども、これ以前そうやっても潰されてたかもしれない、今本当にうまくやってる。あのそれはちょっとあのその話長くしませんけれども、例えば民間企業との関わり方、これも長い話になるのでもうすごく短くすると、これまでは向こうからぐーっと行ってきたところに対して答えると。で例えばもうこの業界非常に厳しい、この会社の一軍もう大変だっていう時に、まあ、死ぬよりはっていうことでこう延命措置をするとか、そういうこの、この1億円がどれだけの効果を生むのかとかっていうことじゃない理由で、産業政策をしていたと。ということで、まあ、あの雇用も税収も大きい大企業の支援、まあ、それが悪いわけじゃないんですけれども、実は同じ1億円の使い出が多分一番大きいであろう中堅企業が、そのあまり政治との付き合い方も知らないし、あまりニーズも感じてない、これ自分たちでやるよ、ね、自分たちでされてていいんですけれども、でも実はそここそ何か販売の、まあ、販路拡大の支援だとか研究のボトルネックのところの支援でぐっと伸びる可能性が一番大きいところでありまして、この4月からの、あの4カ年計画は中堅企業、これまでちょっとエアポケットになっていた中堅企業の支援ということを岡山県取り組むことにいたしております。先ほどあの国の方もあの大体そういう方向なんだって聞いて大変心強く思っているところであります。わかりました。今キーワードがまあ、助けてもらいたい中小企業を助けるというよりは、まあ、今まで助けは求めないで自分でちゃんとやってきて来るだけの力があった中堅企業がこれから一つの核になるだろうというお話だったんですけれども、あの草加さん、そのそういう中堅企業のまあ支援という意味で今地域の金融機関におけるまあ環境だとか状況っていうのはどういう感じになってますでしょうか。はい、先ほど申し上げましたように、あの従来日本の場合はですね、あのメガバンクが大手銀行がですね相当あの各地にも展開しておりましたし、もともと数がも多かったですし、そういった企業がですねやはりあの大企業というものを早くから付き合っていて、それで、その大企業の成長とともに、金融機関も大きくなったし、場合によってはグローバルな展開をされてきたと。で、今ですね、あの今日の、日経新聞にも載ってましたけれども、大企業の資金調達がですね中小企業の資金調達が上回ったみたいな記事が載ってましたけれども、そのようにですね、今再び大企業はですね世界に打って出る、あるいは M&A をするということで、まあ、あの新たな資金需要も発生しております。それはまさに大手行の世界。ところがあの逆にですね、従来30億円ぐらいの年商の企業はですね大手行が付き合ってくれてたんですけれども、残念ながら
先ほどのようなそのグローバルの企業にシフトすることによってややですね取引金融機関に違いが生じていると。そこに地域金融機関がしっかりと入っていかなければその今あの話に出ているような地方中核企業はですね十分な資金調達が得られないということになります。で従来あの地域金融機関はですね中小企業だけを見てやってきたという嫌いがなくもなくて大企業についてはですねいわゆるそのメガバンクにぶら下がる形で融資を続けてきたというそういう形だろうと思います。これからは自らまさに自覚を持ってそういった中核企業に対するメインバンクとなっていくとそういう形でですね、金融を広げていくことが大事だろうと思っています。そういう意味からするとさらに地域金融機関の人材育成をはじめとするガバナンスの高度化そういったことに対して例えば、ESG 投資の投資家がですね、株主の立場で金融機関の背中を押すとかそういった様々な取り組みを投じて金融の力をもっと高めていかなくてはいけないというふうに思っています。ありがとうございます。あのそれぞれお立場の違う三方のですね、話が一つにこうなんか今つながりつつあるような気がするんですけれども、あの平さん、まあ、今日は中国四国フォーラムということもありますので先ほどの成長戦略の中で例えば平さんから見て中国四国のポテンシャルだとかあるいはまあこんなことできたらいいなみたいなことがもしあればあのちょっと金融を少し追加をさせてもらえればさっき言った地域の核になるところは地域未来牽引企業って名前をつけますけどこれ3年間で2000社あの1回あの作ります。でこれは1回指定されたら終わりじゃなくて2017、2018とどんどんあの入れ替えていきます。ミシェランみたいに味が落ちたところは外すみたいな感じでですねやっていきます。でそれをやっぱり地域金融機関は参考にしてですね自律的に動いてもらいたいと。でやっぱり地域金融機関ってその地域ではものすごい名門なんでボケっとしてますよね基本的にねという印象が強いのでもうちょっと頑張ってもらわなきゃいかんなと。あとフィンテックが出てきたので例えばですね今帝国データの話をしましたけど例えばコンピューター会計やってる税理士のグループが税理士がコミットしたやつをですね月次決算で上げると。それで我々は補助金を出すときにはそういうデータをくれることを条件に補助金を上げて補助金を上げたのがどう PLBS にヒットしてくるかっていうのをモニタリングしながらやるっていう超精密中小企業補助金みたいなのもやりたいと思ってるの でスピード早いと思いますよ。あとはあの資金繰りがリアルタイムに見れれば5分間だけ金を借りて返すって話も出てくるんですよね。そうすると今日本の上限金利は全部超えちゃいますから年利って概念自体全く意味なさないんですよね。だからそういうことを先回りしてやっていきたいと思います。で中国四国のポテンシャルですがまずは泉知事のお話聞いて思い出しましたけどもレギュラトリーサンドボックスサンドボックス型特区で遠隔医療を一生懸命応援しようと思います。それでもう 5G の世界に来て 4K、8K テレビが出てきてファイバートゥーザホームのカバレッジが世界最高なのでほぼ日本自分の家が病院のベッドみたいな環境ができるようになってきましたの で私特区であの薬剤師の服薬指導を一定条件下ではテレビでできるように緩和してあるのでそうするとドローンが薬を持っていけるところもできるのであの過疎地型って言っていいのかあの地域型地方型っていうのはあるかなと思います。であともう一つはやっぱりインバウンドですよね。内需の取り合いしてるとやっぱりゼロサムになるのでやっぱり外需をどう取り込んでくるかということと高付加価値化でその時はやっぱり瀬戸内海を囲む皆さんがやっぱり連携をしてですね、高付加価値化インバウンドを呼び込んでくると。で1億総活躍という今政策やってますがかなりハードル高いですけどこれ成功しても人口は減り続けるので2060年1億人成功してもですねということは人手不足はずっと続くので高付加価値化ができなければ多分人手不足の観点からなくなっちゃうんだろうなっていうふうに思いますので、まあ、そこをどういう絵が描けるかっていうのが課題かなと思います。今度は茨城さんの方からさっきあのインバウンドの話が出ました。であの実際私自身この立場であのインバ、まあ、あの観光だとかインバウンドを見てみるともう本当にその改善できることが山みたいに残ってるんですよね。もうあちゃっていうことがいっぱいあるだけにこの
ちょっとずつ改善すればすごいだろうなっていうふうに思います。例えば、昨日私点灯式があって、夜こちらに晴れなかったんですが、何の点灯式かっていうと後楽園の夜間 のライトアップなんですけれども、で岡山城と後楽園ご存知だと思う、もうほとんどセットですよね、行く人からすると。でところが岡山城は岡山市、後楽園は岡山県が管理しているので、つい3年前、4年前かまではそれぞれライトアップする時の日にちが別で、入場券も別で、ライトアップの時刻も別っていう、もうほとんど嫌がらせみたいなことをしてたんですよね。でもそれで当たり前っていうことでも何十年もやってた、はい、岡山城を再建されてから50年ですから、少なくとも50年間そういうことで別々にやってると。でもこれ行ったお客さんからするとひどいですよね。もう何こっちは明るいのにこっちじゃ、ね、この件で入れないのとか、お互い裏門を背にしてるみたいな感じで、でそういうことが多いんですよ。もう素晴らしい温泉街でもそれぞれの旅館が増設、もうとにかくうちに泊まった人はもう絶対に外に出させない、この、夕食もお風呂も、朝食も、なんかカラオケも中でできますっていうことにしちゃってるので、そこの素晴らしいこの行政がきれいにした小道を誰も通らない、でもう土曜日でも部屋満室なのにみたいな、そこの損して得取れ、このお客様にとってもともとどういう雰囲気がいいんだっけっていうちょっとした譲り合いで随分景色は違うんだろうなっていうことが少しずつでき始めてる、ででき始めてるところから随分良くなってるっていうことが起きてるから素晴らしいな。そこでもやっぱりあいつにだけは負けたくないとかっていうのが良くないんですよ。もうお隣さんとぜひ仲良くしてみんなで少しずつ良くしていこうねっていうそういう雰囲気にできるかどうかで随分違うと思います。今おっしゃった今まで長いことできなかったことができるようになってきたのはなぜなのかとか、じゃあ他でもそういうことがどんどんできるようになるためにはどうしたらいいんですかね。ねえ、どうなんでしょう。私自身本当不思議、いやなんでこれまで30年そうだったんですかっていうことなんですけど、その何かのことでもお互いガチンとやっても絶対ここと話もしないみたいなことになって、それが伝説みたいな、もうあそこは触っちゃいけないんだよみたいなことになってるっていうケースが私の知る限り多いですよね。それって忖度ですか。悪い意味のね。いやでも本当聞いてみると意外とその全部が全部じゃないんですけど、なんか3分の1ぐらいはあそういえばみたいなこともあるんですよね。ということはある意味規制改革の議論なんかでもよくあるんですけれども、いや制度的にはこれできますよと、だから規制改革必要ありませんよっていうことがよくあるんですが、ある種それにちょっと近い似たような、どちらかというとそのマインドセットの問題にそうなんでしょうね。このやっぱりそもそも論というか、 そもそもこれみんなで何がしたいんだっけとか、誰に気に入ってもらうとうまくいくんだっけっていうところに戻した議論をしないと、前年対比必ず増やさなきゃ、じゃあプロモーションを去年よりももっとしなきゃとか、ここから取ってこなきゃとか、狭い、目先の話をずっとしてきたからなんか随分行き詰まってるっていう、なんかこうほわもうなんかバカな質問をこうニコニコっとしてくれる人が なんでこうなんだっけみたいなことが、おばあちゃん のパイっていう、最後パイを折りたたんで作らなきゃっていうレシピがずっと続いてて、お母さんに聞いても分かんないで、おばあちゃんに聞いてみたら あの頃のうちのオーブン小さかったからねみたいな、その今オーブンが大きいから折りたたまなくていいのにみたいな、そのなんか本当にこうちょっと視野が狭くなりがちだなと、去年と比べたりするとみたいな。なるほど、分かりました。そうするとですね、まさにその G1 精神でもあり、今まとめた100の行動のある意味実行について実は障害がないこともあるだろうということで、草加さんもうなずいていらっしゃいますけれども、この辺あとちょっとまた Q&A の時間で、今日は市長の方もいらっしゃったりするので、じゃあ実はやれることもっともっとあるんじゃないのというのが、今一つそういうところにたどり着いたかなと思うんですけれども、ちょっとこの辺りについて草加さんと平さんの方からも。
従来金融庁は金融機関の健全性というものに着目して、金融機関が健全でなければ金融仲介機能が発揮できないという、それは確かにその通りなんですけれども、そういう段階は終わってまいりまして、金融機関の健全性というのは今全く問題ないと。そうなるとそれはミニマムなスタンダードでございまして、これからはですね、金融機関自身がベストプラクティスを目指した行動を取っていただく必要があるということで、ここの領域っていうのは従来金融庁は全く踏み込んでなかった領域なんですけれども、昨年ですね、金融仲介機能のベンチマークという新たな金融、いわゆるその行政手法を繰り出しまして、その中にはですね、金融機関がいかに金融仲介機能を発揮するためにベストを目指してですね、取り組んでるかというのが明らかになるような、そしてそのベストを競い合う中で連携をしながら、さらに地域のネットワークの中の中核的になっていきながらですね、地域を盛り上げていただきたいというふうに思ってまして、そういったですね、各金融機関のベストを目指す動きを背中を押すということで、いよいよですね、地域金融機関が行動に入ってくるような、そういったところを後押したいというふうに思っていますので、まさに健全性という議論を超えてですね、まさに行動の時代に入ってきたなというふうに思っています。茨城知事の話聞いていて、やっぱり知事が、お若い方がなられたり、あとそのマネジメントの意識を持って首長になられる方が増えてきたというのは一つ大きな要因だと思います。で、今後の課題はよくあるのが、首長はやる気満々なんだけど、幹部職員の感性が全くついてこないよね、能力がついてこないよねっていう事例があるので、そこのギャップをどう埋めるか。あともう一つは、議会が時代の流れについてきていない感じがします。で、ここはもう我が党もすごい反省しなきゃいけないんだけど、これは政党のガバナンスでどうするかという問題が、あるかなという気がします。それと私今あるところから、あるところって新潟県なんですけど、クールジャパン特区作りたいなと思っていて、で、特区って本当ぜひご活用いただきたいと思うんですが、錦鯉ってすごい人気なんですよね、世界で。それで錦鯉の生産者場所がないと、で、農家の人たちは場所余ってると、生産者は借りたい、農家は貸したい、でも農地法とか農信法があってどっちもできませんって言って、地元の国会議員に相談してたんだけど、それは無理だよねって言われたんだけど、僕のところ来てくれれば、特区でいけんじゃないのと。じゃあクールジャパン特区、かっこ錦鯉特区、かっこ閉じにしようよみたいな。しかも高付加価値だし外需を取ってくるので、もうベストプラクティスだね。で、これは何かっていうと、地元の選出の国会議員のポテンシャルで今後地域の成長は大きく変わる可能性があるかなと。だから小林文明さんみたいな人が出てればいいけど、そうじゃない人が出てると、いやそれ無理だよって言われちゃって、3年も4年もですね、だからいいドクターに出会えるかどうかみたいな世界ですよね。だからそういうのがあるんだろうなっていうのがなんか最近感じます。で、特に今予算を引っ張ってくるっていう世界はもうほぼ終わってるので、自分たちでクリエイティブな政策を作って、それをどっかでやろう、で、日本中でやるんだけど、どこもやるとこないときは、いや、じゃあ選挙区でやるかっていう話にもなるので、ですからそういう意味ではものすごくもう政治に皆さんコミットしていただいて、誰を選ぶとここの地域の経済は良くなるんだろうっていう、そういう循環ができるといいかなと思いますね。今の話だと、まさに冒頭で茨城さんが、これまでバックグラウンドがない人が知事になることができたということが、やっぱり今平井さんがおっしゃったことの一つの成功事例だと思うんですけれども、どうやったら増えると思いますか？そうなんです、私もそうだったんです。真っ当なビジネスマンはあんまり政治とかからないっていう思いがやっぱりちょっと裏目に出てるんですよね。で、積極的に自分の利益のためとかじゃなくて、もう義務としてもうやっぱり関わると。で、一番の関わり方は皆さん方の会社でボランティア休暇を認めてあげるっていうことだと思います。もうどんなボランティアでも本当にいいことだな、無給でいいんです、無給でいいんです。その社員としてのポジションをこの何年か保証してあげる。で、そのボランティアの中に公職への立候補も含めていただきたいんです。その今議員になろうと思ったら本当に人生を長半博打にかける
ことになります。で、なかなか普通の人にはできないんですが、皆さん方の会社の普通の人がちょっと4年だけでもやってみようか、ボランティア感覚でっていうことで手を挙げて、落ちてすぐもう3ヶ月選挙活動やって落ちました、戻ってきました、もう全然 OK です、もう全然 OK です、もうそういうつもりでちょっと行ってこいよって、ちょっと勉強してこいよって、そのもう本当しがらみなく、もう思ってる、みんなが思ってるようなことをポーンとニコニコっと言える人がいるだけで、ずいぶん空気と景色が変わるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。まあ、いくつか行動に向けての、ヒントのようなキーワードがいくつか出てきたと思いますけれども、それではですね、いい流れだと思いますので、フロアの皆さんから、いくつかコメントあるいは、ご質問をいただきたいと思います。時間が限られておりますので、数問ちょっとまとめて取らせていただいて、こちらから皆さんに回答していただきたいと思いますけれども、コメントあるいはご質問のある方、挙手をお願いいたします。じゃあ、すみません、そのピンクのあと、シルバーレイキャピタルの中野と申します。岡山県知事 の先ほどの一番最後のお話、すごく感銘を受けるんですけれども、一方でですね、人のですね、先ほどの前年踏襲主義、これをですね、改善の方に持っていくってことになると、会社でも普通そうですけれども、やっぱりそれなりのですね、パフォーマンス、これに対する、評価で、評価が良ければそれに対するインセンティブあるいはリワードみたいなものがないとですね、全て政治的なものに対してはですね、福祉だとか、あるいは自己犠牲的なっていう格好でなくて、多分公職の方もですね、そういうような新しい成果が出ればですね、パフォーマンスに対する評価あるいはインセンティブが出るよ、あるいはリワードが出るような形になればですね、全然変わってくるような格好だと思うんですね。今は逆に公務員は前年踏襲で変なことやっちゃダメってなるので、こういうことが起こってるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。ありがとうございます。じゃあ湯崎さん。あいつでもできるんだから俺でもできると思われた広島県知事の湯崎でございますけども、ごめんなさい、平先生にちょっと、質問なんですけども、今度の新しい成長戦略の中で、我々地域にいてですね、やっぱりすごく感じるのはやっぱり人なんですよね。で、人に対する投資っていうのはやっぱりもっともっと増やしていかなければいけない。例えば金融機関の今の、事業ベースで融資をするというのもですね、やっぱり人材育成していかないと実現しないっていうようなことも含めてですね、で、これについてはどう扱われているのかなっていうのと、それに関わることでその地域のやっぱり大学で、これどんどんこうやっぱり細ってるっていうかですね、特に基礎の部分がやっぱりこのすごくこう弱まってるっていうか、アプリケーションにどんどんやっぱりなっていて、みんな文科省の方を見てその競争的資金 でアプリケーションに近いところっていうふうにどんどんなっててですね、ここの強化っていうのがやっぱり地域にとってすごく大事だなと思ってるんですが、その辺コメントいただければ。ではまず、この2つについて前例投資主義のところ、茨城さんあるいはもしコメントがあれば。ちょっとだけ、はい、本当おっしゃる通りで、私自身は前の会社でもこの、地域全体、それからプロジェクトもしくは組織、それから個人 この、ベクトルが、できるだけ揃うようにって考えていました。これ個人にとってのベストが会社にとってひどいことになっている、お客様をひどい目に遭わせたり、その逆っていうのは辛いですよね。で、いかにこうそう合わせるかっていうことと、あと最初の数件っていうのがすごく大事になります。いいこと言っててもその通りやって大失敗っていうのが3回続いたらもうみんな怖くて動けません。ですからアーリースモールサクセスっていうのは大事なんだ。もう小さくてもいいから、これでうまくいったケースをいかに作っていくかっていうことだと思っています。はい、しっかり頑張っていきたいと思います。はい、人材育成のところ、すみません、ターゲットに今回全然私入れてなくて、さっき言ったようにアベノミクスを俯瞰してこことここがまだやる余地があるよねって、かなりなんていうか冷静にというか冷酷に規制緩和とかですね、やるべきことを入れてったと。で、もう一つの方の特命委員会、すみませんね、縦割りで特命委員会の方でやってると思いますが、地方創生の文脈でいくと東京圏の大学の増設はしないっていうルールを多分決めたんだと思います。一方で地方の大学も
多すぎますよねと。それで金融機関みたいになんか体質のルールというか、ね、破綻のスキームって多分ないんじゃないかなと。で、守んなきゃいけないのは大学じゃなくて生徒を守ればいいので、本当はもっと競争させてダメなところはちゃんと潰して、潰れた学生はどっか同等の大学に編入できるような、もっとドラスティックなその新陳代謝を作んないとダメだろうなと思います。それで私、科学技術イノベーションとか成長戦略やってと思うのは、文科省の人は全然ダメですね。なんていうのかな、話が合わない、カルチャーが合わない。だから文書だって動かないじゃないですか、結局。だから成長戦略の時はできるだけ僕は文科省触らないようにしてるので、すいません、ちょっと何かあるはずなんで探してまた知事のところに報告します。じゃあこの件ですね、ちょうど今回のご参加者の中に、まあ、民間企業の立場から新しく地方の大学の理事長に、なられる方がいらっしゃるので、少し何かコメントいただきたいと思います。コールドコールで、もう新聞発表もされてましたから、田口さんどうぞ。運送会社やってまして、お役でですね、理事長というのを回ってきました。で大変面白いところ2つあってですね、1つは業務執行命令が全然効かない、ですからガバナンスが効かないですね、先生方っていうのは大変面白いなって思ってます。それからもう1つはですね、子どものためを考えてないですね。ですからそこのところをガラッと変えて、まあ、顧客お子さんのために、まあ例えばハーバード大学でできるかどうか分かりませんが、海外の、学校と提携したりですね、それから企業と提携したり、そういうことで、まあ、本当にいろんなところの枠を超えて、コネクティッドをしていきたいというふうに思っておりますので、そういうまたぜひ、バックアップをよろしくお願いしたいと思います。すみません、コメントで申し訳ございません。こんなことやっております。すみません。為末先生、あんまりこういう議論していいのかどうかわからないですけど、先ほど平さんがおっしゃったような、このエリアのここが重要だってピックアップするのを、もしもう一個俯瞰してみると、日本としてこの件にすべきじゃないかっていうのを選ぶとしたらですね、非常にこれって難しい議論になる気もするんですが、でも本当は考えなきゃいけないんじゃないかと。これひっくり返してみると、ここの件はある意味もう何て言うんでしょう、集中からは外しましょうみたいなことになると思うんですけど、でも実はそれが結構重要なことでもあるんじゃないかって気もしてるんですが、非常にコメントしづらいかもしれないですけど、何かこの俯瞰してみた時に集中すべきかどうかみたいな議論です。国の方でそういう選別はしませんけども、運用のとこを見るとやっぱりイケてる首長と組みますよね、こっちも。話通じない人とやってもしょうがないので、だから多分イケてる首長と組んでるっていうのは実態だと思います。で今回ビッグデータを解析してコネクターハブ企業って出すと、やっぱり東京集中したので、私東京選出の議員なんで、東京はガンと落とします。かける 0. いくつって言ってガンと落とします。それであとよく見なきゃいけないのは、一つもない県が出てくる可能性があるので、まあ、それはさすがに政治的に耐えられないので一つ入れてということ。ただこれは最終的には今定量的と定性的と両方評価しますけど、最後私定量的なところに持ってきたいんですよ。官僚とか政治家の判断が入んないところに、そうしたらもう冷徹に外れるところは出てくる可能性はあると思います。はい、常石ホールディングスの末松です。よろしくお願いします。今日草加さんがいらっしゃるので、一言コメントなんですけれども、我々地方で事業をやっておりますと、特殊な業界の特殊な事情、あるいは地域の事情をよく分かっている地方銀行さんに大変助けていただいています。広島銀行さん、中国銀行さんといったですね、地銀というのは非常に地域に密着して、その業界の特殊性を理解した、いろんな支援をしてくださるんですけれども、これから地方銀行の統廃合みたいなお話が出てくると思うんですけれども、その辺についてどのような、可能性があるのかなとか、どのようなご配慮があるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います。お願いします。ありがとうございます。全国的に見るといくつかの再編が起きておりまして、長崎の方ではですね、揉め事も起きているわけですけれども、実は冷静に見ておりますとですね、ホールディング形式で例えば隣の県同士が
統合したと、ホールディングで統合して、もともとの既存銀行は残ったままという形態の、統合の場合はですね、全くその効果が現れてないっていうのはですね、だんだん分かってまいりまして、それは金融庁が調べてるっていうよりも、むしろ当事者がですね、分かり始めていてですね、ですから合併という形の統合はこれから起きる可能性はまだまだあると思うんですけれども、単純にですねホールディングカンパニーを作っていくつかの県でぶら下げるというやり方はですね、これはあまり起きてこないような、要するに経済合理的でないということはだんだん分かってまいりましたので、そういうことがあるのではないかと。でもっと言うと、これからは規模ではなくてですね、ユニークさで競争していく時代が間違いなく来ていると思ってまして、例えば2000億とか3000億ぐらいの資金規模のないしかない新金さんとかですね、新組さんがとてもユニークな経営をされていてですね、非常に収益性が高いという事例もですね出てきております。したがってこれからはですね、申し上げますように、大きさに関して言うと、どこまで行っても大手行にかないませんので、小さくてもですね、ユニークな、あるいは地域に必要な金融機関となっていくという流れが主流となってくると思いますので、私が金融機関の経営者だったら、おそらく統合という選択肢ではなくてですね、ユニークに生きていくという方を選ぶと思いますし、そういう方が多分多いと思いますので、そういう流れになればいいなというふうに思っています。地域の金融機関のやっぱり予対率とか見ると、本当に銀行としての役割を果たしているのかと。それでそれをまた、僕なんかがプレッシャーをかけたり、いろんな人がプレッシャーをかけるので、何が始まっているかというと、日銀の方が思いっきり金融緩和して、で地元は貸し出しないよねみたいな感じで、アパート経営とかワンルームマンションとかそっち行っちゃってですね、でしかもそれをシェアリングエコノミーの名のもとにサラリーマンに投資をさせると。だから我々の年の頃だと、あったな昔そういうのって、バブルの頃にっていうやつですよね。あと銀行のカードローンに行ってるわけですよ。だからやっぱり人間って忘れんだなと、20年ぐらい経ってくると。だから多分金融庁さんはその辺ビシビシ行くと思います。でその上で、さっき言ったように、例えば地域中核企業とその取引先の生態系をどう捉えるかとかですね、あとそのなんていうのかな、フィンテックをどう捉えるのかとかですね、超精密なそういう補助金との連携を銀行として、銀行は決算書を持ってますから、それをどういうふうに政治化していくのかとかですね、いろんな可能性はあると思うんですよ。だからそこにどれだけですね、特色を持って入ってきてもらって、でそこの一番になってくれればですね、全体の金融機能がものすごくポテンシャルが上がってくると。で今はやっぱりどこの銀行も一緒ですよね、やってることが。だからこれはやっぱり何か変えなきゃいけないなというふうに思います。堀ですが、私茨城で、茨城県でいろいろとその地方創生に携わっているんですが、金融機関 の課題を言うと、やはりこう銀行の融資に偏っているんですよね。でそれは都銀とかメガ銀行だった場合にはそれは必要かもしれないんですが、地銀の場合はもっとエクイティサイドの投資をしていく発想をなんとか持てないかなというのがすごく強く思っていて、いや育てないんですね、新しいベンチャーを。それが徳島の事例を見ても、大塚グループができたことによってこれだけ多くのお金が生み出されて、それからしかもその J2 の J リーグも出てきてですね、いろんな文化的な側面があると。企業を育てるのは融資ではなくてやっぱり投資だと思うんですよね。それを例えば地銀に関してはもう何パーセントエクイティ回しなさいと、失敗してもいいからやりなさいというふうにやると、おそらくほとんど失敗すると思うんですが、そこにその例えばベンチャーキャピタルのノウハウを持っている今日マジュさんとかいらっしゃってますが、が入ってきてそれを育てていくという発想ができるとすごくいいなと思っていて、地方と都会を見ていて3つの格差があって、1つがお金の部分によるエクイティサイド投資の格差、2つ目が人の分の育成の教育の格差があって、3つが知恵の格差があるので、例えばテクノロジー系とか、あるいはそういったネットに動けるベンチャーのノウハウとか、その格差を埋めていくという方法論を強制的に何か生み出す仕掛けがあったらいいなと思うので、特に金融機関は行政によって作ってしまうことができると思うし、ビス規制関係ないと思うのでできるんじゃないかなと思うんですよね。かなり総括的なコメントをいただきましたので、大変申し訳
ございません。時間 の関係がありますので、まず茨城さんからお一方ずつご質問への回答を含めて、まあ、最後のまとめのコメントをお願いいたします。最後に大変いい質問いただきました。岡山はね、この石川社長も関わって中国銀行地銀がそのベンチャーの育成を大々的にやり始めたと。でこれはもうぜひ県としてもいて、もう応援しますと宣言しましたけれども、頑張っていかなきゃいけない、もう本当にエクイティサイドで支援しなきゃいけないと思っています。であともう一つ、私産業振興のことで一つ、本当に役所は決め打ちをしたがります。この産業を育てるって宣言して育つとすごくうまくいくっていうことなんですけど、私あんまり決め打ちしないんです。それよりも伸びてきたものを伸ばす方が絶対いいと。このストライプみたいな会社、いかにこの、ね、こういい、まあ、守ってあげるかということです。はい、東京逃げられないにするかということなんです。はい、もうそういうこの見込みのある投資努力をしていきたいと思っています。以上です。地域銀行のエクイティに関しましては、確かに今制約が、法律上の制約があって5% 以上の株は持てないという中で、基本的にはまず疑似エクイティ、そのデッドメザニン、そういった融資をもっと増やしていただきたい。これは現行法当然できますので、特に、運転資金に対する短期継続融資のような疑似エクイティをしっかりと出していただくような、そういうその、まあ、プレッシャーというんですかね、そういったものはベンチマークの中にも取り込んでやっておるというのが一つと、人材に関しましてはですね、日本人材機構という会社をですね、レビックの子会社として今立ち上げておりまして、これは中国地方でも成功事例、マッチング事例が出ておりまして、東京の人材を地方に還流させると、こういったところはですね、ますます重要になってくると思いますので、人材機構の機能強化というのをぜひとも図っていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。西部信金というのが結構モデルになると思うんですが、それエクイティとローンと両方やると。で銀行が見放さなければ企業は潰れないという信念ですから、実際潰れないんですよ。デフォルトしないので収益も上がるというのがあります。であとは中小企業でもこれからやっぱり ESG 投資と SDGs、 これはもう逃れられないと思います。ですから私は SDGs を標準化をして、そのコミットの具合によっていろんな支援ができるような仕組みをしたい。最後にやっぱり中小企業版ガバナンス、コーポレートガバナンスコードを作りたいなと思っていて、作んないと、ね、M&A もできないし事業承継もできないんですよね。でこういうこともちょっと考えていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。微妙に1分残ってしまったんですけれども、ちょっとお一方だけ手を挙げていただいて拾えなかったのがちょっと時間の関係でも申し訳ございません。今回ですね、まあ、中国四国 地域会議ということで、東京にいるとどうしてもその全体の会議、全体のテーマ、あるいはその東京の視点で日本を見たときにどうなのかとか、そういうちょっと上から目線の議論が相対的には多いんじゃないかという問題意識を私持ってまして、で今日はまあ実際に地域に来て地域の皆さんとそういう地域の課題について議論ができたということが非常に良かったと思います。さっき堀さん言われたようなテーマをこれからどうやって掘り下げていくかっていうのは、私たちのこれからのまあ行動の一つのテーマになってくるだろうなと思います。今日は、素晴らしいお三方のパネリストの皆さんにご登壇いただきまして、いい議論ができたと思います。どうもありがとうございました。皆さんから拍手をどうぞ。